はい、この画面の中でね、いろんなファイル名があるんですけど、はい、例えば、名前変えたいなとかっていうのも、うんうん、まあ普段だとこれ SPP 閉じちゃって、はい、元のファイルのところで名前変えたりとかしてるとは思うんですけど、うんうん、実は SPP 上でも名前の変更ができます、うんうん、例えば、写真展とか何か発表するものここに一気に集めましたってフォルダーで一個ずつ名前を変えるのはちょっと大変だと思うので、その時には名前の一括変更っていう機能があります。これはこの画面で言うとファイル F っていうところを押して、左上のファイル F ですね、はい、これを押していただくと真ん中ぐらいに名前の一括変更ありますね。これをポチッと押していただくと、画面が出ます。ではい、文字列 と、数字の方とバラバラで、選ぶことができます。文字列に、まあ、今 FP ってとか SDQ とかですね、ここに当たるところ、これを何らか、まあ、例えば写真データ、SPP 講座だったりとかっていうのもありまして、じゃあ仮に個展をするとして2021年個展用と、はい、そういうことですね、はい、であとファイルを、まあ、個展だと、順番ど、まあ、番号を1から10とか決めた方がいいんで、うん、まあ、ここは0から始まるのもできるし、1からのもできる、まあ、100番とか1000番でもできる、なるほど、を選ぶと、まあ、イメージが変更後の名前見えますので、はい、まあ、これで良ければ OK を押すと、つらつらつらっと変わる。おお、ここにこう変わるんですね。はい、はいはいはい。で、これも名前変えちゃったんですけど、はい、後戻りはできないんですよ。なるほど。はい、でこれ今さっきの SDIM とか、はい、いろいろあったんですけど、はいはいはい、このファイル番号に復元することはできないので、なるほど、マスターではやらない方がいい、ね。であるフォルダーに移したときに、まとめてしまうとか、じゃあもともとあった例えばあのハードディスクに入れてるところから、別のフォルダーを作って、例えば個展用というフォルダーを仮に新規で作って、そこに写真をコピペして移して、で、それを名前変えるというのが推奨ですね。はい、で、この名前の一括変更は、名前の一括変更を選ぶ前に、はい、先ほど出たソート機能ですね、はい、X3F だけなのか DNG だけなのか、それを選んでから、フィルターかけて、はい、例えば DNG だけとかしちゃうと、これだけですね、はい、ここだけで名前を変えるっていうのができます。これをじゃあそのこの DNG のカットに関しては来年の個展用にしたいなと。そうですそうです、そんな感じで。こうするとこうなって2022年個展用と、はい、いうに切り替わると。相当を戻すと、戻すと全選択にしてこうしてあげると、なるほど、はい、ここだけ2022年と、そういう感じですね、まあ、これを活用することで、まあ、ファイル整理がしたい、しやすくなるっていうのと、あと多分カメラでファイル番号がバラバラになっているのを、はい、まあ、さっきマスターはやめてって言ったんですけど、まあ、揃えてどんどん保存したい方もいらっしゃるんで、はい、一気に、変えてしまうっていう手はありますね。なるほど、だからそういうので、まあ、これ名前変えちゃうとカメラで戻して見えなくなっちゃうんで、そこだけは、注意していただき、はい、カメラの方で画像確認をしたい方は、名前の変更はされない方がいいですね、はい、まあ、ただ名前こうやって変更できるのはすごく便利なので、ぜひ活用。これはそれこそ写真展とかね、あのファイル整理とかするときに非常に便利な項目ですよね。そうですね、ぜひこれ活用していただければと思います、はい、チャプター1、名前の一括変更ですね。そうですね、はい。DNG だったり X3F だったりとかローデータだけでまずは取り急ぎ取ってしまうんですね。実は Figma のカメラのローデータには、JPEG ファインの画像も実はこれ
ローデータに格納されてるんですよね、うんうん、なのでそれを SPP から吸い出してしまおうっていう機能なんです、ね、はい。ロープラス JPEG で撮影をしている方でなおかつ SPP で現像されてるのがメインの方は、うん、もうこれからはローだけで撮影しても十分なぐらい便利な機能です。そうですね、はい、まずやってみましょうか。はい、やってみましょう、はい。またこれもファイル F、はい、左上のファイル F ですね、はい。まあ、今ここに並んでるのは全部ローデータの状態ですね。はい、はい、でこれ出していただいて JPEG データの抽出、はい、JPEG データの抽出、はい、はい、でこれで、まあ、全ての画像から JPEG データを抽出しましょう、はい。で下 で、今このままだ と、うんうん、JPEG このフォルダーの中に全部入ってしまうので、ここに入っちゃうわけですね、はいはい。でここの選択を押していただくと実は新しいフォルダーの作成っていうのが左下にあるので、はい、うん、別フォルダーを作ることが可能です、はい。でここの名前を JPEG とかにしていただいて、なんとなんと JPEG、なんと JPEG、はいはい、それで OK をしていただくと、ここに入っているのは今なんと JPEG のフォルダーに入ると、はい、あ、どこ行った、これのこれですね、はい、それで OK をしていただく、はい、でこれでですね、ポチッと押していただく、はい、これだけです。これをするとなんと、はい、これでもうこの時間ですよ、はい、これね100枚、今何枚ありましたっけ、これ 9枚ありますね、9枚、はい、9枚が多分1秒かかったか、かかってないですね。ね、でそれでフォルダを見て一回これ閉じて、閉じて、もう一回出しましょう。はい、でそこのプラスを押すと、なんと JPEG。あ、来てる。SPP 使ってる場合だったら、これロープラス JPEG で撮る意味あんまないっすよね。あまりないですね。ね、これ普通に JPEG 化もできちゃうので。そうです。これすごい便利ね。これがね、30分とかかかるならおすすめしないんですけど。うんうん、今みたいにもう数秒で、1秒ですよね。うん、はい。多分1日で撮影したデータの JPEG 抽出も10秒とかで終わっちゃうので。うん、これはびっくりだな。活用していた、まあそうおっしゃっていただけると嬉しいです、ね。いや本当だって。ね、データもどんどん溜まっていく一方なので、これから俺ローだけで撮りますわ。その方がね、1枚に入る枚数もあるし、圧迫もしないし、これはかなりいいかなと。なるほど。ぜひ